Hey guys, my name is Kwami. どうも、クワミです。よろしくお願いします。はい、本日は、新しく買ったね、P20 Lite の、お話をしていこうと思います。ね、設定をね、やってね、どういう携帯かっていうね、のをお見せしたいなというふうに思います。でね、今、電源をつけて、ちょっとね、チラッと。何ですか？何ですか？何もないよ。何ですか？やめてください。何ですか？何やってるの？Honey, can you see? うん。There are so many languages. See? Even Thai language is here. ダメでしょ？So you...this can be a nice present for your parents if you buy Thai language 読めないよここもほらね、ちょっとね他の外国語にするのは自分が読めない外国語にするのはお勧めできないですね。これちょっとこのまま進めたら大変なことになるんじゃないかなっていうふうに思っております。まあやっぱね、無難にね、日本語ですね、日本語やっぱり。うん、パッと見でわかるからね。じゃあちょっとね、設定をちょこちょこっとやって、どういう動きをするのか、どういう感じかとかね、機能面をお見せしたいなというふうに思っております。はい。じゃあやっていきます。So today, I will show you my new smartphone. I will show you how it will work.So I will start setting all these things and then I will show you how this will work. はい、じゃあやっていきます。はい、じゃあちょっとね、言語の選択からやっていこうかなと思います。無難に日本語でよかったかなっていうふうに思っているんですけど、ちょこちょこね見るとね、まあまあ面白かったりするんですよね。こうなドイツ語とかね、まあ、英語とか、スペイン語とかもあったりね。いろいろね、あります。ただね、マイナーな言語ってね、やっぱないんですよね。サモアがあって。スワヒリとかないんですよね。まだまだね、スワヒリとかは全然、あれなのかな、認知っていうか認知されてるはずなんですけど、なかなかね、はい、ちょっとポルトガル語ね、見ていきます。まあ、ブラジル、まあもちろんポルトガルね、で、ここでやっとね、アフリカ諸国がね、ちらほら出てくるんですね。アンゴラ、カーボベルデとかね。ギニービザウとか。これなんだわかんないな。ちょっとあれだ。南米の国、わかんないです。で、あとね、多分、他はフランス語ですね。ベルジック。はい。アルジェリア。ね。これ、あ、ここ全部フランス語なんだ。ほうほうほう。アルジェリアとか、ベニンとか、ブルキナファソ、ブルンディ、カメルーンですね、これ。コモ、ん？これなんだろう、わかんない。で、コートジボワール。これは、アイボリーコーストですね。象牙海岸です。で、ジプチ、ガボン、お金持ちの国、これわかんないな。ギニーとギニー、いや、これわかんないな。フランス語だと全然わかんない。ハイチもそうか。ルクセンブルク、マダガスカル、
マリ、モロッコですね。わかんないなぁ。ニジェールとかね、いろいろね、出てきます。あ、DRC コンゴ、コンゴ民主共和国とかね、コンゴ共和国、ルワンダ、セネガルとかね、いろいろ、トーゴ、チュニジアとかね、バヌアツもフランス語圏なんで、へえ、あ、チャド忘れてました。はい、いろいろね。こういうのを見るとね、なんかね、ちょっとね、あ、ここはフランス語圏なんだ、あ、ここスペイン語圏なんだっていうふうにね、ちらっとね、勉強になるなっていうふうに思います。という感じで、サクサクね、この後ね、私の妻もいなくなったので、設定を進めていこうかなというふうに思います。So, this time I will choose French. No, not French. Of course, I will choose English. My English is not American English, British English. My English is African English. I will choose Ghana because my first English teacher is Ghanaian. So, next. じゃあ、ここからね、サクサクやっていこうと思います。あ、SIM カード入れてって出てきちゃった。まあいいや、ちょっとこれからね、ちょっとここから飛ばしていきますね。